ご挨拶を申し上げます。皆様こんにちは。与党統一候補、そしてここ塩入の高難団地に住んでおります地元の候補者、岡本光成でございます。いよいよ選挙戦最終日、今日一日で勝敗が決まります。ここ数日マスコミの世論調査がたくさん出ておりまして、どの世論調査も与党統一候補の私岡本光成と野党の候補者が横一線、逆の言い方をすると今日一日の私自身の戦いで全ての勝敗が決まります。皆さんどうか岡本光成に託してください、語ってください。よろしくお願いいたします。改めまして、クリーンな政治は私たちの原点です。どこまでも誠実に、どこまでも国民目線で、まっすぐなクリーンな政治をどうか皆様岡本光成にお任せいただきますようによろしくお願いいたします。頑張ります。今回の選挙戦でさまざまな方々と対話をさせていただく中で、やはり価格高騰しているこの物価対策、どうにかしてくれ、たくさんのお声をいただきました。本筋の政策は経済対策なんです。どうやって賃金を上げていくか。私は昨月まで衆議院の経済産業委員長を務めておりまして、中小企業庁とともに働く7割の方が勤めていらっしゃる中小企業の利益をどうやって大きくしていくか、全力で取り組んでまいりました。大企業との取引に価格をしっかりと上げてもらう価格転嫁、中小企業が利益が上がったときに社員の方の給料を増やすと、その分税金が減る仕組みを作りました。そしてそれでも大きな勢いが必要ということで、最低賃金、これを毎年確実に上げてきました。今年は東京は1163円です。この最低賃金が大事なのは、最も安い所得の方々を底上げする。それに加えて一般的な会社員の方、例えば給料20万円の方を25万円に、25万円の方を30万円にする、その大きな後押しが最低賃金の上昇となります。これをさらに全力で進めていきたいと考えています。その上で働きたい方が、例えば70代になっても自分のペースで週に3回働いていただけるようなハローワークの大改革を今岡本光成もうすでにやっておりまして、お一人お一人に寄り添う形で仕事のマッチング、人材不足の中で全ての方が自分のペースで社会と関わりを持ち、自分らしく仕事をして豊かな生活を勝ち取っていただけるような、そういう社会を作っていきたいと考えています。もう一つ、私与党統一候補として岡本光成現職ですから取り組んできたのは徹底的な若者支援なんです。先日塩入小学校の学生の皆さんが国会見学に来てくださいました。私現職の議員として懇談をさせていただいたんです。その時に大変子どもたちの将来に感激をいたしました。こう伺ったんです。将来の夢がある人、なんと9割以上の方が手を挙げられました。その次にこう聞きました。将来留学したい人、なんと8割の方が手を挙げられました。私はこの荒川区、新しい区長も誕生します。そして今日お越しいただいた小池都知事とともに、義務教育の圧倒的なアップグレード、そのお子さん方一人一人に合わせた、ですから英語教育もさらに力を入れて、義務教育を出れば高い塾に必ずしも行かなくても普通に英語がされる、ですから外国の方と日本で仕事をするのも全く問題がない、または世界中どこでも仕事の可能性が大きく広がるような、そういう英語教育を中心とした義務教育のアップグレードを岡本光成に皆さんどうかお任せください。もう一つ、我が荒川区で大切なのはやはり災害対策です。隅田川、荒川に万が一のことがあれば、我が荒川区のみならずこの周辺で230万人の方々が被害者になります。
ですから私岡本光成は議員バッジをつけていただいてから国民の皆さんの命を守るためにこの荒川の防災対策、大きな調節池を埼玉に1つ作り、残り2つ現在建設中、当初13年かかると言われたものを、このことを私が国会で何回も取り上げて、荒川を守るということは東京全体を守る、ひいては日本を守ることであるがゆえに、予算を大きく増やして人員も大きく増やして13年かかると言われていたものを、なんと再来年の3月から部分供用が始まる岡本光成が全力で取り組んできたことです。また首都直下地震も怖いです。ここ塩入地域には電線がありません。素晴らしいことですけど、荒川区全体にこれを広げて首都直下地震が来ても電線が地中に埋まっているから停電がしにくいような環境を作って、万が一真夏の首都直下であってもご自宅で避難されているときにエアコンが使えるようにしたい、一人一人現場目線で皆さんの命を全力で守っていく、その役割をどうか皆さん岡本光成に託してください。私は今回背水の陣で臨んでおります。小選挙区、この小選挙区で万が一のことがあれば私には比例復活当選はありません。マスコミで話題となっている相手の野党の方は比例名簿1位で載っています。ちょっとやそっとでは小選挙区で万が一のことがあって私に負けたとしても比例でちゃんと保険がかかっています。私はお一人お一人のその一票を私自身の未来の使命として、小選挙区だけで皆さんと共にこの選挙区を勝ち抜いて、皆さんのために皆さんと共に荒川区、そして東京都、そして日本の未来を切り開いていきたいと考えています。今日が勝負です。今日一日相手の候補の背中が見えてきました。皆さんどうか今日一日岡本光成拡大をしてください。一票を勝ち取らせてください。探してください。よろしくお願いいたします。頑張ります。